なんかもう、ホモなんじゃねえかっていうぐらい、鬼谷と、あのー、モコって二人でサウナ行ってんのなんかあいつら。俺あいつらできてんじゃねえかって、付き合ってんじゃねえかっていうぐらい、あのー、言ってんのね。モコ軍団で一番忙しいんだな。で、ね、こ、じゃ、ここでちゃんとさ、定義をしっかりしてよ。モコ軍団って誰全員。言,言って俺の中でモコ軍団ってオしかいないんだけど。加藤純一が内部からリーグする、リークする、加藤純一の周りにいる後輩たちの勢力図。 じゃ、まず、まあ、一番年齢、年齢順だな。えーと、まあ、加藤、俺。まあうう、うコ。なんだかんだで一番仲いいのは、俺、オニアだと思うんだ、これ。いっつも、なんか夜、 な、連絡取ると、あ、今、モコさんと、銭湯行ってます、みたいな感じで。本当に二人でよく銭湯行ってる。何してんだろうな。<laughs> オニアはスタヌ軍団に巻いて <laughs> <laughs> じゃあ、え、どっちが、どっちが好きなのど、オニアが、こうか。こう、こういう状況が今。で、スタヌもまんざらじゃない。こう、今こういう状況なんだ。今で、地獄です。 オニアをスタルトモコウがオ、オニアと、オニアをスタルトモコウが取り合ってる状況だ、今。俺も知らなかった。じゃあ、こうだな。仲、仲は悪いな、この二人は。だってね、取り合ってんだから。だって取り合ってんだから、仲は絶対悪いじゃん。で、で、ゆゆうたもめっちゃ好きだゆゆうたもオニアめっちゃ好きいっつも銭湯いる あのね、モコウと銭湯行ってない時は、ユゆうたの銭湯行ってる。<laughs> ってことはだ、ここも仲悪いなここも仲悪いじゃん、絶対。だって、取り合ってただもん。<laughs> しかも、オニアは、スタルのこと銭湯に誘ってるって言ってたわ。<laughs> <laughs> もしかしたら、スタル一歩リードだな。だって誘ってるって言ってたもん、自分で。お前すぐ銭湯を誘うなって話だ。え、だったら全員で行けよ。あ、だから全員で行ってんだ、こだから俺たちは銭湯行ってる。なるほどこうやって生まれたんだな。うが先か卵が先かってはずっと思ってたけど、こうして、サウナ組が生まれたんだ。サウナーズ。俺たちサウナーズっていうグループ作ってるんだ、今。 なるほど。だからサウナなのか。繁盛は家がちょっと遠いから、あんまり来ないけど、繁盛はもうみんなに分け隔てなくて感じ、マジで。オニアはまあ繁盛、友達だよな。多分唯一いる友人みたいな。あ、だからサウナになったのか。 いやでもなんだかんだで、ね、吉田もと繁盛と鬼屋はやっぱ仲良ぶないえ、しかもさ、最近スタイリしてるよりも吉田も気に入ってんだそして吉田も、こうだってことは、ってことは <laughs>、繁盛とスタイルはこうだなだって。繁盛は気に入ってないんだもん。あ、そういうことか。ドロドロじゃん、うちの周り。 ドロじゃん。サークルクラッシュじゃん。<laughs> いや、ツアースは、わかんない。ツアースどこだツアースここだな。俺とツアースはもうマジで、なんか、あの、リベロ。いやツアースもでも、いや、ツアースもこうだ <laughs> 多分な。オニアめちゃくちゃ人気じゃん。 うん。ハーレムだわ。で、うちの嫁と、加藤の嫁と、吉生が異常に仲いい。マジで。他の奴が来ても挨拶しに来なねえのに、吉生来ると、家に来ると、あ、吉生くーんっつって、ずーっと二人で猫の話してる。お互い猫大好きだから。なんか深夜に麻雀打ってたりすると、 時間考えろよ。みたいなふうに。吉永来てる時だけは機嫌がいい。かわいいから。あいつの猫が。